どうもキスケです。ということで、公式ツイッターより新覚醒の情報が出たということで一緒に見ていきましょう。人造人間21号全開覚醒予定、まあ予定なんで来ない恐れがあります。はい、鵜呑みにしないようにね。全開アビリティの対象はレッドかつ人造人間。覚醒で自身が場に出てる時、体力がゼロになった時、復活するキャラクターを復活させると敵の気力を減少、手札をランダムで2枚破棄するぞということで、こちらあの無料のレッド属性の人造人間21号になります。でもう1体いるんですよね、覚醒するキャラクターが。こちら、はい、人造人間21号全開覚醒予定、こちらもまた予定となってるので来ない恐れがあります。鵜呑みにしないように。自身の待機カウントが常に1カウント短縮、メインアビリティで1カウントごとに自身の体力が徐々に回復、ユニアビ解放でカバーチェンジ時に受けたダメージを回復、アーツカードドロー速度アップ、敵に射撃被ダメージアップも付与するぞということで、まあ、こちらはグリーン属性の、人造人間21号になるんですけど、まあまさかの、立て続けに人造人間21号が全開覚醒ということで、ちょっとね僕予想外だったんですよね。っていうのも運営からすると宇宙代表のキャラクターをバフしにかかんのかなって思ったんですよ、個人的にはね。人造人間17号が実装したじゃないですか、宇宙代表の。だからそっちに読んのかなと思ったらまさかの人造人間強化に入るっていう、謎すぎんマジで謎すぎんねんけど。ただまあこの2体は全開覚醒すると、いうことなんですけど、やっぱ注目すべきはねこれよ。これ体力がゼロになった時復活するキャラクター、まあ復活阻害を持ってるっていうわけですよね、この人造人間21号は。まあもともと持ってるんですよこいつ。確か復活させると余ダメージアップだけだったかな、そこに気力減少と手札ランダム2枚破棄がついてくるっていう形なんですけど、なんで今って思いません？ぶっちゃけると。だ個人的にはその別に復活キャラクターなんて今の PVP の環境にいないんやからさ、ここを強化するんじゃなくて他の能力を追加したり強化したりすればいい話なんですよね。ただわざわざPVP にいない復活キャラクターに対する阻害を強化したっていうところに僕は注目したい。だ次のキャラクターは復活キャラクターの恐れが大いにあると思います。で何が実装するかっていう予想なんですけど、宇宙代表のキャラクターだと思うんですよね僕。っていうのもそのいやいや人造人間の全開覚醒来てるんやから次の新キャラクターも人造人間なんじゃないのっていう話になると思うんやけど、まあ、思い出してみてほしいのが GT 強化のタイミングっすよね。 GT 強化のタイミングって全開覚醒全開覚醒全開覚醒でフェスティバルでようやく悟空ベジータ4が実装されて GT が花開いたっていう流れだったでしょ。でそれまではさ別に GT の新キャラクターが追加されたわけでもなく、っていう感じだったでしょ。だから今回のこの覚醒もそういう感じになるんじゃないかなと思ってて、人造人間の強化っちゃ強化なんですけど、まあ全開覚醒でこう引き伸ばしに引き伸ばして、で何かのタイミングで人造人間が復刻するみたいな、復権するみたいな、そういう流れだと思うんですよね。だからシンプルにこれは前準備、次の新キャラクターとの関連性はないと見た僕はね。じゃあ宇宙代表のキャラクターで復活がつきそうなキャラクターをちょっと探してきました。それがこちらフリーザです。天使フリーザ。いやいや何の話やってなると思うんやけど、僕はね宇宙代表の中でまあ復活がつくんじゃないかって思うキャラクターが天使フリーザだったんすよね。みんな覚えてるかな、力の大会が終わったタイミングでウィスさんが天使の輪っか取ったでしょ。ここを復活演出にするんじゃないかなって思うんだよな。無理ありすぎるこれもしかして。いや可能性としてはあると思いません？まあちょっと違うけどね、もともと死んでるのが復活したっていう形ではあるんやけど、まあ復活演出なんてさ
レジェンズで言うところの、別にあれやんなんていうの、復活フリーザもフリーザでおかしいでしょあれって。別に攻撃耐えて海の中からザバーンって出てきたフリーザが復活キャラクターになったわけでしょ、ブルー属性の。っていうのを考えると、この力の大会の、フリーザ、やられると天使の輪っかが割れて復活するっていう、そういう演出で来るんじゃねえかなって個人的には思います。かジレンそれかジレンっていう感じかな。うん、まあ、ジレンもジレンでね、めちゃくちゃしぶとかったでしょ、力の大会で。身勝手にやられても何しようが落ちなかったし、で最後の最後で、フリーザーと悟空の共闘で、まあ、落とし切ったっていう形になるんやけど、あれだけしぶとければ復活ついてもおかしくないかなって思うんすよ。っていうのを考えると、まあ、この2体、うん、宇宙代表の復活キャラクターとしてふさわしいのはこの2体なんじゃないかなって個人的には思います。でまあフリーザが実装するのであれば、まあ、悪の系譜のテコ入れにもなるよね。だから宇宙代表と悪の系譜で、まあ、一気に2タグ、強化できるっていうのはすごいコスパがいいと思うし、でまあジレンはジレンですごい海外人気すごいよね。まあ国内だとちょっとあんまりね、あんまり人気ないのかなっていう印象があるんやけど、まあ、それでもすごい人気があるキャラクターなんで、まあ、可能性としてはあるのかなっていう、感じです。ただ問題なのがそのリミテッドじゃないと思うんですよね、次実装するのって。新キャラクターでオールスターだと思うんですよ。だ通常スパーキングで出すってなると、またフリーザ復活かよみたいなしかもオールスターさんで一緒やしね、ドラゴンボール Z の復活フリーザと全く一緒やから、まあ、その辺のまあ噛み合い、なんかバリエーションの面白くなさっていうのを考えると、まあ、ジレンも結構可能性としてあんのかなっていう印象かな。ただフルパワージレンを通常スパーキングで出しちゃうもったいなさっていうのもあると思うんだよな。そこがね難しいところなんですよ今回の予想は。だ人造人間もしくは、復活キャラクターが次の新キャラクターで実装されるっていうのは、まあある程度予想つきますよね。もちろん外れてる可能性もあるけど、だいたいこのタイミングで復活阻害の覚醒来るってことはってつなげることができるじゃないですか。いやだからね、僕は天使フリーザーで復活演出がウイスさんに天使の輪っかを外してもらうみたいな、そういう演出が来てもおかしくないのかなっていう。最近のレジェンズネタ切れ気味やから、うん、そういう細かい演出をレジェンズに落とし込むっていうのも、まあ、一つの手なんじゃないかなと思うんでね。いや可能性としては僕は大いにあると思います。ここで宇宙代表の強化の流れを止める、普通新タグですってさ、金河新年のお知らせでも大々的に発表したわけでしょ。あれだけ盛り上げようと頑張った新タグが17個実装で終わり、そんなことないよね。ユニークフラグメントもね、何回何回共闘回して、せっせこを貯めていかないといけない、クソウザ厳選しなきゃいけないでしょ。そんな苦労して厳選させたフラグメントをここで断ち切りますかね。僕はねないと思う。うん、まあそれかシンプルに人造人間実装するかまあぶっちゃけこの天使フリーザと、ジレンに関してはまあまあ偏ったあの予想だと思います。うん、宇宙代表の復活演出にふさわしいのは、まあ、この2体なのかなとは思ってるんですけど、まあ、シンプルに人造人間が実装する可能性はあるよね。例えば、人造人間16号とかさ、久しく来てないやん。あの辺の人造人間16号を出して、で、ブチギレご飯を実装するとかさ、っていうのもまあなくはないのかなって思うんですけど、これは分かんないですね分かんないですね。ただご飯実装しちゃうと人造人間特攻持ってるんで、それはそれでね、ちょっと良くないのかなっていう感じはするんで、いや次の新キャラクターはほんまに予想が難しいと思います。皆さんはどう予想しますか。シンプルに人造人間が実装するのか、それとも、まあ、木をてらった
宇宙代表の流れを断ち切らずに復活キャラクターと絡めて、まあ、天使フリーザとかフルパワージレンを実装するのか、その辺の予想をねちょっと皆さん聞かせていただければなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。